ジング・シュピールは、ドイツ語による歌芝居や大衆演劇の位置形式を、指す。今日のミュージカルに似ているが、一種のオペラやオペレッタと、呼ばれもする。地のセリフのやりとりや、時に音楽に被さる演技、アンサンブル、俗用、利用、バラットの引用、時として、民謡調で優接形式によるアリアが特徴である。ジング・シュピールは18世紀イングランドのバラットオペラの、 翻訳から始まったとされる。また、フランスのオペラコミックもしばしば、ドイツ語に翻訳された。ジング・シュピールは主に大衆娯楽であり、大都市に拠点を置く規制の団体ではなく、旅する一座によって上演されるのが常であった。ジング・シュピールの筋書きの多くは、コミカルあるいはロマンティックであり、しばしば魔術や空想上の生き物が登場し、 完全懲悪のコミカルな誇張が含まれる。反面、ジング・シュピールにおいてはあまり悲劇は素材にされない。モーツァルトは、ジング・シュピールの名作を残しており、初期のバスティアンとバスティエンヌ K50 を経て、サイデ K344。1782年には、皇帝の移植で、ウィーンの新国立劇場のために、高級からの誘拐 K384 を作曲。その他、 劇場主敗人 K486 を作曲し、最晩年にはジング・シュピールの傑作マテキ K620 を発表。マテキは後世に深く影響を与え、ベートーベン以後のドイツオペラへと発展していく。以降、系譜としてはベートーベンのフィデリオやウェーバーのマダンの伊手などもジング・シュピールの発展したものとみなされる。マルシュナーラ多くのロマンティックオペラの先駆的な 作曲家によって、より複雑な歌劇様式が発展し、ワーグナーやアール・シュトラウスの楽劇に至った。このような進化の結果として、古典的なジング・シュピール自体は19世紀末まで廃れており、今日古典的な標準デパートリーと認められている、ジング・シュピールはごく一握りの作品だけである。ありがとうございます。